皆さんおはようございます。2017年、9月の19日朝の10時33分です。よろしくお願いします。今日は、世界で、一番と言われている、西新宿、西新宿白熱教室、今から血毛の話をしようの会に、皆さんお集まりいただきありがとうございます。我々は、血毛の問題に取り組んできて、早、30年の、歴史がありますが、この血毛問題というのは、人類が、常にね、戦ってきた歴史でもございます。今日この会場にいる皆さんと一緒に血源について熱く赤裸々に、そして深い議論ができればと思っていますので、皆さん血源に関するご意見などがございましたら、気兼ねなく、私の方に挙手をしていただいて結構です。よろしくお願いします。リカちゃん、おはよう。おはようございます。どうぞよろしく。皆さんにとって血毛とは何でしょうか？皆さん。皆さんにとって血毛とは何でしょうか？はい、もっこりさんいらっしゃい。血毛の話です。いや、さっきあったんだけど、質問で。O ライン、I ライン、V ラインって、女の人だったら知ってるよね？さっきアイラインって何ですかって言ったけど、O ラインはわかる？これ脱毛とかの用語なんだけど、あ、よろしくお願いします、カルンさん。あ、パフェありがとうございます。女の人ってほら、結婚する前とか、エステに行くんだけど、この股のことを V ラインと言うんですよ。ここの脱毛のことを V ラインと言いますね。で、ここの部分をアイラインと言うんですよ。ここの部分アイラインだよ。で、O ラインは肛門のことを言う。だから俺は O ラインがやばいんですよ。まあ全部やばいんだけど。O も V も I も むしろ全身もじゃもじゃなんだけど。血毛は大変ですよ、本当に。血毛に悩む時期なんですよ。血毛最初に生えた時ビビったもんね。マジかと思ったもんね。なんで剃るか？拭いても拭いてもうんこが取れないんですよ。だから血毛生えてるやつってほんと大変なんだよ。もうびっくりするの、本当に。だから、俺血毛生えてない時は、もちろん剃ってるからあれだけど、拭いても拭いてもうんこが取れない。あ、抜けまくったら太くなる。そう。ティッシュペーパー尋常じゃないのよ。だから、ウォシュレットの開発って、あれ、血毛に悩んでたやつが、本気で全力で取り組んだんだと思うよ。先んちょおはよう。臀部のけ、え？だから、どこまでが血毛？俺、だってもう、毛が生えてないところないもん、正直。毛が生えてないところが多分ない。足の裏とかじゃん。俺、だって足の甲とか足の指にも生えてんだよ。いや、ウォシュレット様々だよね。で、俺の家、ウォシュレットないから、なんならもうシャワー浴びるぐらいだよね。なんなら。ひどい時なんかうんこした後シャワー浴びるからね。二の腕めちゃめちゃ濃いよ。両津勘吉みたいな、こうなってるもん。あ、引きだとわかんないかもしんないけど。結構体毛濃いよ、俺。だからバーやってた時とか、こっから上剃ってたよね、やっぱり。こっから上剃ってた。バーテンダーやってた時は。指とかも生えるから。嫌じゃん。嫌じゃない？スーツ着ればさ、ここまで見えないから、スーツから見えるところは剃ってたよ。飲食店とかやってる頃は。体毛濃いの嫌だよな。営業マンも、そう、営業マンの頃に教わったの。そう。やっぱりね、剃った方がいいよ。
まあおっさんとかになってきたら似合う人とかいるんだけどね、体毛濃くても。永久脱毛ね、俺ね見積もり出してもらったことあんの。あのね、うん千万かかるって言われたね。おそらくなんだけど、いや、じゃあ見積もりっていうかね、そのエステのプロ、その院長みたいな人とその喋る機会があって、冗談で仮に僕のヒゲとこの濃い体毛と全身やったらいくらですかって聞いたら、多分8000万以上かかるって言われた。これはマジ、全身やったら8000万以上かかるって。1ヶ月に1回髪染りがダメになる。あ、でもねあれだよリカちゃん、あの今ジレットとかさ髪剃りいいじゃん。昔の髪剃りってダメだったんだよ。あれだよ、もう俺なんか普通の昔の髪剃りなんか1回2回でダメになってたよ、毛量が多くて。だってみんなさこれでヒゲ濃いと思ってるでしょ。俺ここまで生えるんだよ、ここまで青ヒゲで、これ剃ってるんだよ、こっからした。怖い、ジョリジョリ言うでしょ、言うでしょジョリジョリ。いやネタじゃないんだって、本当にすごいんだって。ここも全部剃ってんの、ほら全部ジョリジョリ言うでしょ、すごいでしょ、言ってるでしょ。あのね違うんだよ、ジレットがすごいの。俺もだから、俺の親父は電気シェーバー派なのよ。もう血が出るから止まるのよ歯が。要はね毛が密度がすごすぎてカミソリの歯が止まるの。だけどジレットはすごい、5枚刃とか4枚刃とか、あれは本当にいいカミソリだよ。もうカミソリは俺ジレット一択だもん。高いけど、高いのよ。ね4枚刃で1800円かな。だから1ヶ月400円ぐらいかかるんだけど、それでも2週間に1回ぐらいやったらもうずいずいいけるけど、後半ダメね、肌荒れるね。あ、女の人には理解されないだろうな、このヒゲの問題とかは。特に俺濃いから、そのジレットはでも2週間ぐらいで変えたらいいけど、俺は1ヶ月に1回って決めてるかな。ローションも塗ってたよ。それだけ濃ければむしろ血拭かなくてもパンツにつかないんじゃない。あー臭いでしょ嫌でしょ。女の人も濃い人は同じような悩み持ってるでしょ。いや女の人結構ヒゲ生えるからね。なんか男ってバカだから女の人ってヒゲ生えないと思ってるけど、親父も濃い、親父も濃いです。女の人ってヒゲ剃ってるんだよ、あれ顔の毛とか剃ってるんだよ。ただねこればあちゃんの話なんだけど、これ実は有名な話ね。中国の女の人って肌すっごい綺麗でしょ。あれなんでか知ってる？中国とか台湾とかの女の人って肌綺麗でしょ、きめ細かいでしょ。あれってそういう DNA だからじゃないんですよ。で日本人は毛が濃いっていうのは有名な話なの。でも DNA 的な問題じゃないの。女のあのね街の、これ中国とか台湾とか韓国あんのか分かんないけど、旅行する人だったら知ってるけど、糸をこうやってやって糸で抜くの、こう糸をこう絡ませてクロスさせて糸でこうフィーフィーって顔を剃るっていうのがあんの、こう靴磨きみたいに。だから抜くからのなんつうの、要はさ剃ると断面が太くなるじゃん。で剃るからまた根元からだから太くなるじゃん。だから体毛濃くなるんだよ。剃るのはダメなの、抜いた方がいい。だからその中国とかの人は抜く文化の、体毛産毛とか、血毛は月一で剃ってるよ俺は。月一で剃ってますね。男も女も初めて体毛生えるとビビって剃るよな。ビビるよな。まあ剃るだろうね。全身の体毛、あのね中学生の時とかやっぱやだよ体毛濃いの。
やっぱり嫌だよ。そりゃそうでしょ。でもね、もう受け入れてくしかないからな。なんで体毛って嫌なんだろうな。なんで体毛って嫌なんだろうね。なんだろうね、この体毛に対する嫌悪感。どっから来るんだろう。多分なんか体毛濃い方がかっこいいみたいな時代もあったんじゃないの。わかんないけど、え、めっちゃイケメンじゃないですかみたいな、もじゃもじゃじゃないですかみたいな。多分でもそれ原始人とか猿の時代だろうな。それ猿の時の話だよな、多分な。あ難しい。っていうかニコ生お前全然稼げねえじゃねえかよ。何がクリエイターツールだよな。ふざけんじゃねえよ。俺ちょっと怒ってるからね。ちょっと待ってね。ほら予想スコアって、ほらニコ生って投げ銭始まったって言うじゃん。見る？俺の。俺のも始まったんで、俺も登録したんだよ投げ銭。見る？クリエイターさん、クリエイター。全然儲かんねえんだけど。YouTube ライブはもう、あれだよ。1万6000円もらったよ、一枠で。YouTube ライブしかもいいけど、あ、でもね、2ヶ月ぐらいかかるかな、お金になるまで。だからそこが弱点。7割はでかいんだけど、あの、1ヶ月に1回、その固定振り込みだから、その時間のラグが、で、この、こっちにしては、こっちに関してはもっとかかる。4ヶ月かかるって。こっちの方は。どう思う？これ。0点なんだけど。1円にもならないんだよ。俺の放送。2枠やったんだけど。ニコ生2枠やって、1円にもならなかった。全然儲かんねえじゃねえかよ。どうなってんだよ。ふわっちはいいよ。で、招き猫はほら、還元率いいでしょ。やっぱふわっちはね、いろんなところにやっぱ対応してるよね。流れ読んでる。申請できてる、できてる。見る？もう一回。申請できてる、できてる。みさきちゃんできてるの。いくよ。やり方教わったから。そう、でもね、これはっきり言う。わかりづらく作ってる。普通の初めてやる人わかんない、これ。要はわかる人とかネットに詳しいように奥の方に入っていかないとわかんないの。これずるいよ。だからね、多分流行らないと思う、ニコ生。要は、撮りたい人だけ撮れっていう。ここのサイトにたどり着くまで。で、ほら、2枠あるでしょ。推奨プログラムのところに2枠、稼ぎに来ましたっていうのと、お久しぶりですって。この2つ作ってるから。作品って書いてあるでしょ。だから登録はできてんの。だから両方とも0点、0点、0点。できてるでしょ、登録。ああ、そう。30分枠で2万円。閲覧が少ないとダメなんだろうな、多分。閲覧だろうね。ただ、これはちょっとね、やっぱり若い子はやろうと思わないから、多分流行らないね。ニコ生またダメ。もう完全に舐めてる、リスナーを。ぶっちゃけた話、ふわっちはすぐわかるじゃん。こうやってやればいいのねってすぐ分かるように設計してんの。要はお金受け取って、そう、体感してください、このサイトいいでしょってやり方なのよ。こういうの待ってたんですよねっていう。ニコ生はダメ。まあ面白かったけどね、ニコ生自体は。放送は、ニコ生の放送ダブルで耐えられるのかな。ニコ生と同時配信やってみる。今そうやるべきことは視聴者を増やすことなんだよ、間違いない。同時放送やってみる。耐えられるかな。ちょっと待って、いけるかどうか試してみるわ。ちょっと待ってね、やってみよう。ゲーミング PC ならいけるレベル。ちょっと待って、やってみようか。同時配信にトライします。
できるかな。ちょっと待ってね、やってみようか、トライしてみようか。多分無理だと思うけど、プツったりしたら教えて。見れてたりプツったりしたら。そう、多分ね無理だと思うけど俺の予想。あいわかつ、トムソーヤさんいらっしゃい。ちょっと厳しいかな、ギリギリいけるかな。ちょっと待ってね、 Google ハンガウトアフリカ TV の俺はボロ PC でもできた。そう、あのね、できるところ、要はねソフトを立ち上げてやる場合は厳しいよね。あー、カメラが見つからないって出るか。なるほどなるほどなるほど、カメラか。あー、ダメだ、カメラがダメだ。どうすればいいんだろうな。一回カメラを切ればいいのか、こっちを。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、カメラ切ってみるわ。メインカメラを切ると、ちょっと待ってね。俺ね、多分ね、これうまくいくと思うんだよね。なんでかっていうと、アイラがやってんの。あ、できるっぽいな。ちょっとやってみようか。こうすると何ができるかっていうと、面白い配信ができるんですよ。こうやってやるでしょ。ちょっと待ってね。あれ？ニコ生の方、あ、間違えた、間違えた。ちょっと待って、ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて、ラジオ放送にしばらくなるけど、すぐやるから。すぐ戻ってくるから待って。俺いいこと考えたわ。いいこと考えた。ちょっと待ってね。こうするといいんじゃない？プツってない？プツプツしてない？大丈夫？プツってないっすか今のところ。あ、あ、プツプツしてない？ OK？ で、こうするじゃん。で、これをこうして配信すればいいんじゃない？今後は。要は、これをこうしたら、向こうのコメントとこっちのコメントを同時にいけるんだ。この方法良くない？多分俺だからできると思うんだよね、この方法は。どう思う？こうしたら両方のリスナーさんが楽しめるような気がするんだけど。あれ？お、来た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 。はい、どうも。どう、みんな見えてる？どう、どうすか、みんな音も聞こえる？音と映像来てたら手挙げて。どう、大丈夫？音と映像来てる。あれ、この配信スタイルいいんじゃないの？じゃあこれいいんじゃない？音と映像来てますか？これ良くない？これ良くない？あ、音ずれがするのかな？声と音ずれてる？あの、ふわっちの人。ニコ生 OK ね。ニコ生 OK なんだよ。4番で書かないでください。はい、ふわっちが、そうだよね。あ、そっか。ふわっちの声がラグるんだ。そうだよ。ふわっちの声がラグる。ふわっちの声がラグるってことは、どうすりゃいいんだ。そうだよね。ふわっちは音ずれしちゃうわ。そうだわ。そうだ、そうだ。あー、
そうだね。キャプルから画質も落ちるし、音もずれるけど。あ、ニコ生14位ランクインありがとう。そういうことか。やっぱ無理だな、これ。これだったら面白いかなと思ったんだけど、無理だよね。コメビュー使う感じだよな。ダメか。この手法だとダメか。なんかうまいことできないのかな。ああ。そう。OBS ですね。OBS ですね。便所太郎さん。うまいことやる方法がね、なんか思いつきたいよね。どうすりゃいいんだ。なんかねえかな。なんかうまいことねえかな。音声をそう、ニコ生から引っ張ればいいんだけど、それの方法を今、ちょっと回路を計算してる。どうすりゃいいんだろうな。2台カメラ。いや、どうすりゃいいんだろう。ニコ生の画面をキャプるんじゃなく、OBS をニコ生フラッシュに認識させないと。違うんですよ。文字を流れるのを同時に見れたらいいなって思ったんですよ。これを入れたいっていう。これを入れたいと思ったんですよね。ミラーすればいい。だから俺ミラーしてるんだけど、そうなんだよ。ミラーすればいいんだけど、ミラーをして喋るから、どうすればいいんだ。で、音をミックスするから、パソコンの中で音をミックスさせて、音の回路がね、複雑なんだよ。パソコンの音回っちゃうでしょ？ちょっとやっぱ難しいな、技術的に。それを遅延なしでやるの無理。ラジオ発信。いや、できなくはないんですけど、ちょっと設定が複雑になるから、今すぐにって難しいですね、やっぱり。今すぐに。0円だったよ、クルショは。声と映像どれくらいずれてんの？ふわっちの人。声と映像どれくらいずれてる？声と映像。1。2、3、4、5。どうだろう。違和感が否めないぐらいずれてる。つまり相当ずれてんだ。ニコ生の方はね、音ずれしないはずですね。ニコ生の方は音ずれはしないはず。12秒か。12秒か。結構きついな。ってことは、ってことはだよ。ちょっと待ってね。今、技術的に、ちょっと、なんとかしてみようか。俺のマイクをこれで入れてるでしょ？アウトプットはどうなってる？入れた。オーディオ詳細。モニターオフ。どういう構造になってんだ？これをこうしてあげる。ループバックする。テイスです。テイスです。聞こえますか？テイスです。回っちゃうな、やっぱり。聞こえますか？テイスです。回っちゃうな、やっぱり。聞こえますか？テイスです。回っちゃうな、やっぱり。聞こえますか？無理だな、無理だな。やっぱりこうなるな。聞こえますか？無理だな、無理だな。やっぱりこうなるな。無理だな、無理だな。やっぱりこうなるな。やっぱこうなるわ。無理だな。やっぱりこうなるわ。やっぱこうなるわ。無理だな。無理だな。無理だな。難しいね。12秒って意味じゃない？どうすればいいんだ？もう一個タブでニコ生のリスナー視線を開いてキャプ、ループ。どうすればいいんだろうな。難しいな。難しいな。
俺が音を出すでしょ？音、声を発して聞こえる状態になってる。モニタリングして回ってて、アウトプットはそっち側に流れてる。ただこれを音源として拾って、ニコ生のリスナーさん、コメ欄荒らさないでもらっていいですか？ コメ欄荒らさないでください。ふわっちのリスナーさんがびっくりするんで、ふわっちのリスナーさんがびっくりしてるんで、ちょっとやめてもらってもいいですか？業務連絡です。業務連絡です。あ、わかった。わかった。行くよ、みんな。行くよ、みんな。あ、聞こえますか？聞こえますか？あ、聞こえますか？聞こえますか？なるほど。これでどう？みんな。ふわっちのリスナーさんどう？これでね、多分ね、聞こえるはずなんだよ。OK でしょ？噛み合ったでしょ？で、1、2、3、4、5。よっしゃ、いけた！いけた、いけた。これだ、この設定だ。音楽流すね。これ今度音楽流します。いけるわ。あ、音楽は流せないんだ。音楽はこの方法だと流せないのか。いけるよね。これいいね。あ、バグったな。TMT になってる？TN、荒らさないでください。ラグ？本当にラグってんの？これでいいね。残像が出たね。これいいんじゃない？なかなかいい感じになってると。融合。いや、アイラの放送を見て思ったんだよね。あれ、これいけるなと思って。問題ないね。た、音楽が使えないのが、まあちょっともったいないけど。ああ、どうぞどうぞ。どうもどうも。ニコ生のリスナー最低だからこっちでコメントするわ。あ、だから、上級国民の人は、ふわっちで、コメント打ってください。上級国民は、ふわっち。それで行きましょう。それ、これで住み分けがね、できるでしょ。これで。クリショー全然稼げないよ。クリショーだって0円だもん。ひどいよね、ちょっと。これは面白いな。ディスりコメ。これがニコ生ですよ、皆さん。これが。これが悪名高きニコ生リスナーですよ。これが。ユカチーって人知らないな。面白いね。いや、まあこれだったらね、バッティングしないからいいじゃん。変な顔文字打たないでください。こっちが本米？ あ、こっちが本家。懐かしいね、なんか。面白いでしょ。全然違うよね。あえてニコ生で米するよ、ワドちゃん。ニコ生米ビュー立ち上げてないから、コテハンわかんないかんね。本物の悪もん。 いや、顔文字いらないから。顔文字いらないから。新しいスタイル確立できたね。あ、でもよかったわ。暗黒に喧嘩なんか売ってないよ、俺。暗黒に喧嘩なんか売ってないよ。
ツイキャスはできないね、この仕組みだと。この仕組みだとできない。機材的に無理だね、スペック的に。ただ声は問題ないんでしょ、両方とも。ニコ生もふわっちも両方とも届いてるでしょ。なんで荒れるのにニコ生来た？だって、荒れる？荒れるってね、別に荒れてないと思うけど。金が欲しくて来た、ただの寂しい。え、なに？金得ることって悪いことなの？別にいいじゃん。ね、問題ない？あ、よかった。問題ないならいいね。問題ないならありがたい。全く劣化ない。ただ画質が若干良くないよね。キャップだから。YouTube ライブっていうかね、パソコンのスペック的に出力がもう限界かな。だから、2サイトぐらいが限界。俺のパソコンだと。4位ランクインありがとう。4位ランクインありがとう。今ニコ生どれくらいの人見てるんですか？ちょっと手上げお願いします。手上げ。アクティブ知りたいんで。皆さん手上げてください。ふわっちから来ました。あ、ありがとうございます。ふわっち民騙してないでしょ。配信はずっとやってるよ。なんで手上げない？じゃあ、ワドを嫌いな人手あげ。ワドを嫌いな人手あげてください。これだと手あげんのかよ、お前ら。ふざけんなよ、お前。ふざけんなよ。お前らさ、普通、なんでお前ら、この野郎。なんでお前らそういう時だけ手あげんだよ。ふざけんなよ。じゃあ、ふわっちは手あげなくていいから。ふわっちは手あげなくていいから。こいつらひでえだろ？こいつら。俺の言うこと全然聞かないのよ。俺の言うこと全然言うこと聞かないから。こんなもんですよ。いや、ふわっちの人は手挙げなくていいから。ふわっちの人は手挙げない。釣られないでください。いや、ニコ生、いや、鳥を殺して平気な顔とかやめてください。本当に。のじゃねえよ。のじゃねえわ。荒野より閲覧少ない。米稼ぎダサい。違う違う、本当にアクティブを知りたかったんだよ。設定、いや、同時閲覧やってるって今。同時やってるやってる。あのさ、ふわっち民が怯えてるからさ、あんまり変なコメント書かないで、本当に。ふわっちの人純粋なんだって。ふわっちの人マジでピュアな人多いから、お前ら本当にやめて、印象操作すんの。本当に印象操作やめて。印象操作マジでやめて。ふわっち民が怯えてるから。いや、ニコ生リスナー怖いっしょ。そうそう。ニコ生の方がピュア絶対ないわ。おい、あやいらっしゃい。あやいらっしゃい、お疲れ。ふわみんは偽善者。偽善者ではないでしょ。花火くれてんだから。俺、え？お前はピュアな配信ばかりしてんだよ。懐かしいから大丈夫。慣れてる。体勢がある。ふりじゃない、ふりじゃない。いや、まあまあ、ニコ生でね、配信やってたのが長かったから、俺。ねえ。確かに、ねえ。そこは否めないよ。そこは否めない。親子丼うまかったって何？親子丼なんか食ってないよ。ねるさんの配信は画質いいんだ。俺の配信も画質いいでしょ？好きなこと書けるからコメントは走る。ああ、まあまあまあ、それはあるよ。匿名だからね。ちなみに、米びはつけてないから好きなこと書ける。どっちも暇？ここで書いても、あれ意味ないからね。ふわっちの方で書いても、向こうには伝わらないから。これで怖いとかよくわからんっつって。いや、怖いでしょ。ニコ生のワドイケメン、ありがとうございます。リスワンはもう諦めた。リスワンはいいの。リスワンは諦めました。これ6時間、
やらないね。6時間はやんない。ドリチンとかやめてください。ドリチンやめてください。聞かない相手に鼓舞してもつまんないだろう。そう。でも聞かせよう、聞かせようとしてくんだよね。ねえ、本当にやめて。ねえ、もうさ、恥ずかしいよ、俺は。恥ずかしい。ニコ生出身の配信者として、俺は本当に恥ずかしい。本当に世間に醜態を晒してるからね、お前ら。俺は恥ずかしいよ。恥ずかしいよ、君たちのコメントが。目も当てられないよ。匿名だとこんなに荒ぶるの、君たち。普段、ツイキャスとかフワッチではこんなコメント書かないのに。だから便所の落書きって言われるんだよ。だから。はい、オオカちゃんいらっしゃい。あ、バーガーありがとう。アイテムありがとう、オオカちゃん。ありがとね。いや、生 ID っつっても、見れてないもん。コメビューつけてないから。だから全員匿名みたいなもんだよ。いや、でも気持ちいいっていうかさ。いや、ニコ生知らない世代どんどん出てきてるよ。今、ツイキャスとか新しい YouTuber とかさ。新しい、もうね、ニコ生を知らない人がいっぱいいるんだよ。今、ニコ生を知らない人が。プレアカ取られて終わり？あー、4ヶ月後だもんね。ニコ生は。お金が入ってくるのが。あ、ニコ生いいんだ。過疎ではないだろ。俺は過疎、お前、フワッチでは俺、大手って呼ばれてんだよ。俺、フワッチで大手配信者扱いなんだよ。俺、大手なんだって、みんな。俺、大手なんだって。もう変わったの。生まれ変わったの。生まれ変わった。2ランクインありがとう。マキルさん花火ありがとう。マキル花火ありがとう。ありがとう。あ、桃組か。ありがとう、ありがとう。マキル花火ありがとう。潰されるか。あ、プツってきたな。花火ありがとう。いやー、ドルさんは結構効くでしょ。繊細でしょ。はい、翔さんおはよう。大手の中で最下位。これで大手なの？いや、大手だけど。いや、設定はもう覚えたから大丈夫だよ。設定できるよ。全然。ふわっち2桁で自称大手いる。え、誰それ？自称大手って。誰のこと？あ、コミュニティ登録ね。ありがとね。いや、俺、ふわっちでは歌い手なんだよ。ふわっちでは、歌い手でやってるから。フワッチでは。ギターと歌ですごい人気なんだよ、俺。ニコ生では知らないかもしんないけど、ギター弾いてください、ギター。歌う？じゃあ行くよ。ちょっと見てろよ。じゃあみんな手拍子お願い。ワン、ツー、スリー、フォー。I'm free, you say it's fun to lose a too pretty thing. She's all a bow, a lash do, I know I roll a dirty well. Hello, 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 nya 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 nya
にゃ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 にまあそういうことだからよろしく。まあそういうことだからさ、うん、あ、分かってねえな。時代に取り残されてるよ君たちは。最先端なものについていけないんだよ。最先端なものに。時代の先端走ってるから、時代の先端を、クソ詐欺師とかやめてくんない？クソ詐欺師とか、ニコ生でも仮想、え、今ランク2じゃないの？今ランキング2だよ俺。引退はしないよ。配信者に引退はない。時代に踊らされてる。時代を作ってるんです時代を作っていってるの。最先端にいるだけ。誰も騙してないよ俺。誰も騙してないよ。毎日家に引きこもってんの。俺プロ配信家だから仕事してんの今。仕事中。仕事ナウだよ。仕事ナウ。仕事中です。引きこもってないよ。引きこもってないよ。プロ配信者とか恥ずかしい。なんで？なんで恥ずかしいの？何が恥ずかしいのか全然わかんない。閲覧が養分、コメントが養分になるっていう発想がもうニコ生の考え方なんだって。だって俺あれだよ、コメント全然ないけど昔から200人とか常に見てるよ。閲覧すごいあるんだよ、でも1年ぶりにさ俺が来て嬉しいでしょ。正直やっぱニコ生の和道って感じがあるんでしょ。みんなからするとニコ生が育てた和道みたいな感じなんでしょ。いや和道帰ってきて本当は嬉しいぜみたいな、祝和道みたいな感じなんでしょ。祝和道、祝和道。何みっともないって。嬉しい、ありがとう、面白いことやれって何、あ、アイテムありがとうございます。アイテムありがとう。アイテムありがとう。ほら、ふわっちは稼げるんだよ。稼げる時代来たんだよ、配信者が。配信者が仕事 YouTuber みたいになるんだよ、これから。先月はいくらだろう？先月は、先月いくらだろう？先月いくらだ？ 40 万ぐらい？先月。先月40万ぐらいだと思うよ。
あ、こみさん、ありがとうございます。月収言ったら急にコメント止まったな。聞いたの。コメント減ったけど大丈夫。月収40万っつったらコメントガクって減ったけど聞いたの。わ かりやすいな。かわいいな、お前ら。かわいいな、お前ら。月収聞いた瞬間にコメント減ったぞ、今。ピタッて止まったな。聞いてる、聞いてる。心折れた。聞いたな。負けたっつって わかりやすいね。お金にうるさいんだよね、ニコ生リスナーは。40万でもフワちゃん。まあそうだね。アイラがだって700万稼いだの知ってる？みんな。アイラって月収700取ったんだよ。やばくない？生活保護じゃないよ、今。俺は。生活保護抜けた。あ、まあネットホストっていうかね、イケメンジャンルだからね。イケてる。そうそうそう、アイラ、アイラ。生主のアイラ。ニコ生の。すごいよね。クラインは大手っつうか、だから稼いでる人だよね。はい、ワード2。そうそう、どれの深夜食堂は100万ぐらい稼いでるね。上限なんてないよ。引き出せるよ。全然。何百万でも引き出せるよ。引き出せるに決まってるじゃん。はい、和光。フルタイムで配信やって稼げなかったらニートだけの世界になってしまう。ねえ。ねえ。よかったよね、あやね。配信者は自営業でしょ、完全に。配信者は自営業だよ。だから、プロ配信業、配信家だよね。配信業の中で配信家っていう存在が出てきた。そうそう、自由業は何やったらダメとかないから。俺は、インターネットタレントで登録してるけど。ネットタレントで。一時期ネットホスト目指してたはず。結婚してないよ、俺。結婚してない。未婚です。なんかね、クリエイターツールは、売り上げを分配するやり方らしいよね。まだ俺もよくわかんないんだけど。インターネットタレントダサい。何がダサいの？インターネットタレント。ダサくない？かっこいいでしょ。いやーねえ。え、リカちゃんってそんな古いリスナーさんなの？昔から知ってんの？俺のこと。4788って書かないでください。はい。4788って書かないで。鮫島さんよくしてもらってるよ、可愛がってもらってるよ。今月はそうだね、あんまり稼げてないね。今月は厳しいね。詐欺師って書かないでください。いや、書かないでっつってんの。ゆいがさんいくらぐらい稼いでんの？あ、ゆいがさんなんか100万振り込まれたっつったね。クリショー審査もあるんだ。へえ。あ、そんな古いんだ、リカちゃん。あ、お店やってた頃から知ってるんだ。あ、俺最近のリスナーさんだと思ってたわ。のび太から金なんか取ろうとしたこと一回もないよ。あいつ金持ってないじゃん。のび太から金なんて取ろうと思ってないよ。あいつ俺より稼げてないもん。柏木ね、戻ってきてほしいよね。柏木今何やってんだろうね。
柏木何やってんだろう。マグロ釣りになったの。おい、ニャコいらっしゃい。面白いでしょ、ポイント履歴なんか見せないよ。なんで見せなきゃいけないの。ポイント履歴なんか見せないよ。柏木面白かったよね。おい、メガホン50個ありがとう。メガホン50個ありがとうございます。アイテムありがとう。40万いった証拠を見せろ。やだ。嫌です。嫌です。ああ、懐かしいね。背垢と柏木の絡みね。え、嘘じゃないよね。俺、40万稼いだよね。俺、マックス80万稼いだんだよ。え、ちょっと待って。俺が40万稼いだの、嘘だと思ってんの？嘘だと思ってんの？読んでない。サバなんか読んでないよ。いや、本当だから。税金は普通にかかるよ。詐欺ってないよ。なんでコメント出ないんですか？え、何？どういうこと？イリコさん。なんでコメント出ないってどういうこと？イリコさん。嘘なんかついてないって。嘘なんかついてないよ。嘘ついてないよ、俺。嘘ついてないです。このふわっちタオルは、売ってないです。非売品で運営さんからもらったんです。そう。これは売ってない。運営さんからいただきました。そうそう。そうだよ、ミーコさん。今、ナウだよ。そう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 。そういうこと、そういうこと。アイさん、そういうこと。盗むわけないでしょ。なんで運営さんから盗むんだよ。情報、嘘の情報を流さないで。嘘の情報を流さないで。竹乱1位。竹乱、え、なに、ニコ生が？竹乱1位なの？本当？俺が1位の時代なんてないよ。俺が1位取れるわけないじゃん。見てみようか。竹乱何位？詐欺師ってか、あ、本当だ、1位だ、ほら。1位、1位。竹乱1位です。竹乱1位。はい、パチパチ。竹乱1位です。竹乱1位です。ありがとうございます。竹乱1位ありがとうございます。竹乱1位ありがとう。すごいね。ニコ生ではやっぱり、ニコ生向きなのかな、俺。すごいね。景気良さそうだな。今月アイテムいらないな。いる。いるいる。おい、あやちゃんお疲れ。ねえ、しんごさんがニコ生すごい稼いでるらしいよね、今。ありがとうございます。パチパチ。パチパチありがとう。パチパチありがとうね。パチパチありがとう。ふわっちで花火もらった方が嬉しいよね。そうだね。でもまあ、ニコ生でコメントいっぱい来て、で、ふわっちでアイテム来て、まあ、相乗効果が生まれたらいいなと思って。あ、パチパチありがとう。パチパチありがとうございます。みんなパチパチありがとう。ふわっちのみんなパチパチありがとうね。みんなパチパチありがとう。あ、みんなありがとう。ちくらんいちおめでとう。パチパチありがとう。ありがとう。パチパチありがとう。画面変？画面変かな？
あやちゃん画面変？そうなの？画面おかしい？見れてる？いや別に騙されてないよ。何？偽善者なんてやってないよ。偽善なんてしてないよ。画面変？ふわっちのみんな画面変どう？大丈夫なはずだけど。音も映像もずれてないでしょ。お前が変。あ、メガホンプレゼントありがとう、みほちゃん。OK だよね、大丈夫だよね。ニコ生の方が画質綺麗。あのね、キャプチャーだからどうしてもね、しょうがないんだよ、それは。どうしてもしょうがないの。OK、大丈夫。あ、ありがとうございます。教えてくれて。慣れないでしょう。ニコ生重たい。閲覧が多分、あれじゃん？多いんじゃないの？おい、ヤナラッキーいらっしゃい、お疲れ。ヤナラッキーいらっしゃい。若津。あ、連投やめてください。ふわっち派だった。いや、それでいいんだよ。自分に合ってるサイトで放送を見る。まあ、キャスがいい人はキャス見る。YouTube がいい人は YouTube 見る。そうそう、若干タイムラグがあるから、ふわっちの方は。申し訳ない。それでいいんだよ。自分が見たいサイト、合ってるサイトで見るのが一番いいの。おい、花火ありがとう！花火ありがとう！花火ありがとう！花火ありがとう。ありがとね、マキル。ありがとね。花火ありがとう。うおー、ありがとう。花火ありがとう。みんなマキルにパチパチ。マキルありがとう。ありがとう。みんなマキルにパチパチ。ありがとう。嬉しいな、ありがとね。マキルありがとう。ご支援ありがとうございます。ありがとね。パチパチありがとう、みんな。パチパチありがとね。ありがとう。みんなパチパチありがとう。みんなありがとね。拍手ありがとう。いやー、いいね。盛り上がるね。風呂場？今お風呂入ってたの？いい、お帰り。みんなお帰り。ニコ生の人は和道さんのことが大好きみたいですね。そうだね。ニコ生でだいぶ愛されてるね。ニコ生でだいぶ愛されてるよ。まあ、もともとニコ生出身の配信者だからね。そうそう。ニコ生で大手になれたから、俺は。ニコ生で修行してたのは良かったと思うよ。ニコ生時代があって、初めてフワッチでこう評価された感じかな。まあ時間かかったけどね、大手になるまで。ニコ生時代？まあね、ありがとう、トムソーヤ池上さん。俺も大好きだよ、和道のことって言ってくれてありがとね。ニコ生時代の和道さん、今見てるじゃん、今なうじゃん。
ええ。ニコ生ね、配信者にお金入る仕組みが最近来たよ。クリエイター推奨ツールって感じ。まあね、アンチの人もいっぱいいるけど。ニコ生は、閲覧数とかでお金が入るんだって。花火みたいな仕組みじゃない。だから投げ銭はない、ニコ生には。その閲覧数とかコメント数で、そのお金が入るっていう仕組みだよ。これ、まあ、面白いね。まあ、面白いっすね。どうなんだろうね。俺は、自分のファンは大事にしていきたいなと思ってる。閲覧でお金が入ってくる。ただね、いくらになるのかちょっとよくわかんないんだけどね、まだ。仕組みが確立されてるわけではないから。ね、蓋開けてみてどれくらいになるのかっていうのは、ちょっと楽しみだよね、今後が。どうなっていくのか。まあ、なんか、俺の目標ではニコ生で300万ぐらい稼ぎたい。ニコ生で300万、ふわっちで300万で、合計600万ぐらいになったらいいなと思ってて。そしたらね、年収1億円いけるかなと思ってて。そういう時代が来るといいけどね。ふわっちはね、まだ100万いったことないけど、これから行くと思うよ。だんだん。30分で、はるきさん30分で5000円だったんだ。すごいね。じゃあ、俺もいけるんじゃないの？30分で5000円稼ぐってことは、1時間で1万円稼ぐんでしょ？じゃあいけるっしょ。同時配信で両方で。ねえ。頑張ればいけそうだよね。稼いだら、血毛がすごい、体毛濃いから、血毛を永久脱毛したいね、アリスさん。あと歯を矯正直したい。歯の歯科矯正と血毛の永久脱毛したいですね。その2つかな。はい。はい。水道局の委託会社の者なんですはい。けど、水道代の、ね、6月7月分をちょっともしお支払いいただければ、あ、領収書わおかり渡まししますが、た。はい。6606円6606で円で。はい。お願いします。ありがとうございます。
はい、ただいま。ごめんね。ごめんね、ただいま。よいしょ。前髪をせえな。ごめんごめん、お待たせ。うん、ただいま。はい、どうも。うん、アリスさん、ただいま。うん、アリスさん、ありがとね。シクラ2位、さっき1位だったよ。さっき1位だった。シクランってまだあるんだね。あれでしょ、シクランってあれでしょ、ニコ生のランキングサイトだよね、うん、まだ今2位なんだ、うん。ああ。アメスピだよ。うん、ちょっと高いんだけど、アメリカンスピリット。うん。アメリカンスピリットメンソールライト。値段は高いけどね、持ちがいいんだよ。だからコストパフォーマンスすごいいいよ。うん。アメスピは本当、添加物も入ってないし、おすすめですよ。ちょっとね、値が張るけどね。もしよかったら吸ってみてよ。結構、俺の放送で影響されて、アメスピに変えたよっていう人も結構いるから。うん。元気元気。元気だよ。ワドちゃんかわいい。ありがとう。窓からピンポン。うん。メンソールまずい。あ、うん、いろんなのがあるよ。メンソールじゃないのもあるから、アメリカンスピリットは。俺はメンソール好きだからメンソール吸ってんのよ。うん。美味しいよ。あの、アメリカンスピリットで、黄色い箱とかが、あの、ノーマルだね。ノーマルが黄色いやつ。うん、アメスピっていくらだっけ ?480 円かな。ちょっと割高なんだけど、すごい美味しいよ。あー、収入上がってもね、俺多分ここに住み続けるわ。なんか、あの、ライフスタイルを変えたくないんですよ、あんまり。ライフスタイルを変えたくなくて。うん、花火上がったら花火ありがとうございますわ。必ず言ってるよ、俺。働いてる、今仕事な、俺。仕事なうです。そう、なんか贅沢は敵だと思ってるから。生活保護じゃないよ、俺。新宿いいよね、住みやすいよね、うん、新宿住みやすい。捨て頃の服結構高いんだよ。上下で3万ぐらいするよ。4万ぐらいかな。あれ結構高いんだよ。あの、プロの格闘家が着るようなブランドだから。東新宿は、まあまあ悪くないか。悪くないけど、
ちょっと治安悪いかもね。西新宿の方が治安はいいと思う。うん。コメントが多いからポイント上がりますね。どうなんだろうね、実際ね。実際どうなんだろう。そうそう、ニコ生も同時配信でやってる。うん。いや、格闘技は素人だよ。素人だけど、一応まあ、ほら、配信者としてはプロなわけだから、格闘技の素人なのは素人だけど、配信はプロでしょ。うん。配信のプロでしょ。だって、飯食えてんだからプロじゃない？え、飯食えたらプロじゃない？あ、俺で、暖房入れっぱなし。部屋の中は。暖房入れっぱなし。寒くないよ。ニコ生戻っておいでよ。うん、ニコ生もやってるよ。こじきではないよ。こじきではない。なんでニコ生いるの？ちょっとたまにはやってみようかなと思って。ニコ生どんな感じなんだろうと思って。電気代大丈夫だよ。つけっぱなしの方が安いんだよ、電気代は。つけっぱなし。ねえ、自分でね、飯食えてれば職業だよね。BGM 欲しいんだけどね、今ね、この環境だと BGM 流せないんだよね。立ち見出ないのに大手なの。立ち見出てるっしょ、今。立ち見出てるよ。キャスやニコ生の配信者がどんどん不発に入ってくるってありえますかね。今流れてるじゃん、フカミンさん。流れてる流れてる。うん。もらった、リスナーさんからいただいたものは大事に使いますよ。うん。リスナーさんからいただいたものは大事に使います。ファン大事にしたいんで、僕は。いただいたものはありがたくいただいて、使うのがね、放送でこう還元する。うん。放送で還元する。うん。うん。いや、金目的じゃないよ。やっぱり、表現者だから、こう喋ったりとか、画面の前でエンターテインメントみたいな、マイケル・ジャクソンと一緒で、こう喋ったりとかトークを楽しんだり歌を楽しんだりとか、そういうので俺はやっていこうと思って。あくまでもチップだよ。投げ銭投げ銭。チップチップ。いや、ファン思いですね。アリスさんファン思いですね。そうっすね。ファンは大事にしていきたいと思ってるんで。僕はファン大事にしていきますね。ファンあっての僕なんで。ね、ファンがいなかったらね、ただの人だからね。シンゴジラ見たよ。シンゴジラ見た。あ、どうも、サーバルさん、ありがとう。サーバルさん、ありがとうございます。ファン歴短いですが、楽しんでます。ああ、ありがとうね。うん。これからよろしくね。うん。あ、コミ登録、ありがとうございます。プレアカ、ありがとう。なんでここまで嫌われてんの？全然嫌われてないよ。全然嫌われてない。うん。シン・ゴジラ面白かったね。うん。
主戦の全然俺はお金は結果だと思ってるから、お金は後からついてくるっていうのが俺の考え方かな。そう。お金は後からついてくる。そう。リアクションじゃないですか。ファンの。だからアクションをしてからリアクション。リアクションだから。リアクションね。アクションが先ね。のんちゃんおはよう。よく寝れた？話し方どうにかしてくれって、俺ずっとこの話し方だよ。ふわっちはさっきのように名前呼んでもらえると応援する気持ちが高くなる。配信者と距離が近い。そうだね。やっぱツイキャスとかふわっちは、なんかこう近いよね。わかる。なんか友達っていうか。ニコ生俺コメントビュアー入れてないからさ、現役 JK さんさ。コメントビュアー入れてないと、全員匿名状態なの。だから今俺全員匿名だよ。全員匿名。ニコ生のコメントはね。匿名でコメント書きやすい人はニコ生で書いてて、で、コテハン付きの人がいいのは、ふわっちって感じで。両方、ね、一長一短あるからさ。リニューアルしたように、クリエイター推奨ツールと規約が変わったんだって。クリエイター推奨ツールが導入されたのと、あとこのサイトいつなくなっても構いませんよねっていう規約が入った。あ、いつサイトごとバンになるかわかんないんだって。ふわっちの人はね、ロムセンさんが多いのよ。ふわっちはね、コメントあんまりないの。俺のこう顔を見たりとか、その佇まいとか見てるだけで安心なのよ。リスナーにはメリットのない改革だったの。まあでも、無料延長が出たのはいいんじゃないの。無料延長。この放送スタイルって和道さんが一番最初ですか？あ、わかんないっすね。ちょっと、アイラとか同時配信やってる人結構いるよ。同時配信やってる人は結構いる。リニューアル、実際だからリニューアルされたのはそれだけだね。俺の部屋臭くないはずなんだけど、お香焚いてるからな。部屋きれいにしてるし。いい匂いするはずなんだけど。お香焚いてるんだけどな。クリエイター推奨どう思いますか？まだね、ポイント入ってきてなくて0円の表示のままだから、どうなんだろうね。これでいくらぐらい稼げるんだろうと思ってて。
確かに和道さんの声聞いてるだけで、見てるだけで安心っていうのあるかも。ありがとう、アリス。確かにどこも閲覧数はあるのに、米は常連だけ回ってる人多い。入りにくいのもあるけど。そうだよね。俺の顔見てるだけで安心っていうのあるよね。絶対。やっぱね、好きな配信者の顔見てるだけで安心するもんね。わかるわかる。すごいね。野田ゾーリ100万円稼ぐの？本当に？野田ゾーリって100万稼ぐの？やば。月100万はすごいね。お久しぶりです。どうもどうも。お久しぶりです。そうなんだよね。なんかふわっちに行ってからイケメン扱いされるんだよね。イケメンカテゴリーになってるよ。ニコ生だとね、そんなことなかったんだけど、和道さんかっこいいってすごい。リアドツとかもね、女性の人増えたし。そうだね、潜ってる人もそういう人多いかもね。月収170万なんだ、すごいね。すごいね。あ、そうなんだ。みんな俺のことイケメンだと思う、普通だと思う、ブサイクだと思う。3択で書いて。3択で。イケメンだと思うか、普通だと思うか、ブサイクだと思うか書いて。いや、普通に思ったこと、どれが一番近いかで。私はイケメンだと思うなーっていう感じで。イケメンか、普通の顔かブサイクの3択。ちょっと読み上げようか。みんなはどう思ってんだろう。結構イケメン扱いされるんだよな。アリス、私の名前出してるニコ生のアンチ笑っちゃうって。おお、アヌンナギ久しぶり。より目だと思う。いや、より目かどうか聞いてないよ。マルさんは普通面。普通より上。イケメンってことだね。イケメン。トコトコさんイケメン。ありがとう。イケメンありがとう。普通より上。男前。あや。カルンさんイケメン。アリス、かっこいいと思うよ。あ、ありがとう。三択ならイケメン。ふわっちはイケメン多い。あ、みんなやっぱイケメンだと思ってくれてんだ。ありがとう。みんなイケメンって言うね。ありがとう。普通かイケメン。ブサイク一個もなかったね。普通かイケメンが多いね。ああ、ヤノラッキーありがとう。イケメンなんだ。ありがとう。まあ、ブサイクってコメント一つもなかったね。ああ、ニャコもありがとう。イケメン。みんなイケメンだと思ってる。普通面、化けます、イケメンに。ありがとう、あの時。あ、じゃあ、なんか、服装とか変えたらイケメンになるって感じか。ありがとう。鈴屋さん、イケメン。ありがとう。
話し方ともいいよね。なんか落ち着く。そうかな。なんかね、ふわっちでよく言われるのが、和道さんの声すごい癒されるとか、和道さんの声聞いてると眠くなるんで、寝るときに和道さんの放送見たいですって。あ、ケイトイケメン？ありがとう。なんかね、俺の声好きな人多いみたいですね。うん、ありがたいよね。滑舌いいから聞き取りやすい。そう、滑舌悪いと思うんだけど。そうかな。いつ寝てるんですか？あ、俺はね、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる人生って決めてるのね。だから好きな時に寝ます。はい。好きな時に起きて、で、起きたら働くって。起きた時に一生懸命働くけど。あんまりその地球の時間、24時間にこだわらなくていいと思ってて。俺が起きた時が朝で、俺が寝る時は夜って決めてるかな。うん。和道イケボ、ありがとう。うん。そうそう、やっぱ俺働くの好きだからさ。起きてる時間は一生懸命働こうと思ってる。初コメです。梅さんありがとう、初コメ。癒しボイスのイケメンだと思います。あ、ありがとうね。ありがとう。あ、ゆいかさんじゃないですよ、僕は。僕は和道ですよ。ゆいかじゃないですよ。ボルボさん、人違いです。ディスってるわけではないが、チクランフワッチ同時配信の和道が1位とか、クリショを入れたところにこのまま終わってる。それディスでしょ。現役 JK さんディスだよ、それ。ディスだよ、ディス。画面止まってる？嘘？画面止まってますか？いや、画面止まってないはずだけど。入れてるよね、みんな。見れてない？え、画面止まってます？止まってないよね。動いてるよね。あ、ありがとう。動いてるよね。大丈夫だよね。ニコ生の米は和道さんに嫉妬してるようにしか思えない。どうなんだろうね。あ、更新したら治った、ケイト。あ、よかったよかった。ニコ生のコメントは和道さんに嫉妬してるようにしか思えない。いや、そんなことないよ。鈴屋さんね。例えば俺車の免許持ってないって言ったらさ、ダッサって言うから、多分フェラーリとかランボルギーニとか乗ってるんですよ。ニコ生のリスナーさんは。で、俺の彼女のこととやかく言うから、多分、モデル級のさ、北川景子とかと付き合ってるんだよ。ね。で、俺中卒って言うと、多分、ハーバードとかさ、マサチューセッツ工科大学とか、東大とかを卒業、医学部とかを卒業してる。で、配信業だって言うと、今度、なんだ、お前働けって言うから、多分ね、上場企業とか、官僚とかなんだよ、みんな。だから、うちのリスナーさんすごいよ。モデル級でしょ？高学歴でしょ？ね、モデル級の彼女がいて、高学歴で、車はフェラーリ、ランボルギーニでしょ。もう勝てる要素が一つもない。月収80万だって言ったらさ、少ねえなって言われるから、多分、
ね、年収3000万ぐらい。ヒゲ似合ってる。ありがとう。ニコ生の人はもうすごいよ。ニコ生のリスナーは完璧だから。うん。ハイスペックっていうかもう勝ち組だよね。うん、逆らってはいけないんだ。うん。アリス、私おばさんだってウケる。うん。おばさんって言われてんの？コメントで。アリスおばさんじゃないよね。まあ、うちのね、リスナーさん、30代、40代のリスナーさん全然多いけど、綺麗な人多いよ。うん。ゆいがにディスられてるぞ。ゆいがさん今どこで放送やってんの？え、ゆいがさんディスってんの？俺のこと。うん。サイト同士でコメント喧嘩するんだったら、25歳なんだ、アリス。若いじゃんね。アリスそんな若いんだ。うん。いやいや、これでいいんだよ。うん、プライベートで和道だみたいなことある写真を。ああ、だいたいね、新宿とか上野とか池袋とか渋谷とか歩いたら、一回必ず声かける。声かけられるね。和道さんファンですって言って。で、まあ、ステッカーくださいとか。支援するんでステッカーいただけませんかとか。あと、まあ、写真お願いされたり、握手をお願いされたり、そういうことが多いかもしれない。うん。でも多い日だと、もう1日、どれくらいだろう。20組ぐらい。あ、20組じゃない、20人ぐらいに声かけられるね。うん。平日の昼間、嫌いなものを見続けられるのは、かなり人生の余裕がある。まあ、勝ち組だよな。うん、時間的な余裕があるのは勝ち組だと思うよ。うん、配信ですか？誰の配信？誰も見てないかな。テレビ見ることが多いですね。うん、僕あんまり配信者で面白い人、誰見るかな？あんまり見ないですね、配信自体を。海外で注目してるアーティストは誰ですか？あんまり、だから海外とか国内とかこだわってなくて、俺は。すげえやつはすごいっていうか。うん。だから別に肌の色とか性別とか国籍とかあんまり関係ないと思ってますね。うん。僕は、すごい人はすごい。うん。ダメなやつはダメだと思ってます。和道さん優しそう。そうかな？うん。コメント見てるよ。全部のコメント見てるよ。大丈夫だよ。コメントは全部見てます。はい。大事なファンレターなんで。ステコローはエントリーしましたね。便所太郎さんの企画のステコローエントリーはしたんで。年末にどうなるか決まります。話聞くよ、全然。お話しするの好きだよ。セゴロはだから12月に発表があるから。うん、トレさん、ニコ生来るのかね？どうなんだろう？わかんない。頑張ります。ありがとうございます。香川さんじゃないよ。和道だよ、俺。うん。メガホンありがとう。アイテムありがとうね。マッチありがとう。マイチありがとう。メガホンありがとう。うん。ありがとうね。アイテムありがとう。予選はないよ。捨て頃には予選やらないっすよ。花火投げようか悩んでます。あ、全然。投げたい時に投げていただいたら普通に、ありがたくいただくんで。うん。ありがとうね。
投げたい時に投げてください。のんちゃん放送配信者じゃないよ。のんちゃん放送してない。勝負事だからね、どっちが勝つかどうかわかんないけど、俺は勝つつもりでやろうと思ってるし、俺はもう次は絶対負けないつもりでリングに上がります。花火投げたくてうずうずしてきた。全然いいよ、投げて、うん、ありがたく頂戴します。選挙、うん、ちょっと今回から選挙に関しては本気出そうかなって思ってますね。はい、太ったね。今減量中で、あの捨て頃に向けて年末までに体重10キロ落とします。10キロ体重落とします。風船もありがたくいただきますよ。風船ダメとかないよ。みどりさん嫌いじゃないよ。みどりさん嫌いじゃないですよ。ネックレス手作りじゃないよ。うん、うん、年末12月の31までにちゃんと。ああ、ごめんね、とことこさん、なゆた死んじゃったんだ。うん、昨日死んじゃった。うん、そうなんだよ。うん、朝話したんだけどね。うん。おう、アグリンいらっしゃい。水虫アグリンいらっしゃい。楽しんでってね。あ、復活嬉しいです。お久しぶりです。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。そう。なゆたなんでしょうな。朝、俺が踏みつぶしちゃったんだ。あの、なゆたがカゴから出てて、あの、布団で踏んじゃったんだ。うん。寝返りで、多分。で、起きてなゆた探したら、死んじゃってて。うん、そう。風船ありがとう、カメさん。カムさん、風船ありがとう。うん、そうなんだよね。そう。うん、あの、埋葬しました、あの昨日の夕方。うん、ちょっとなえたには申し訳ないことしたね。あとのんちゃんがすごい落ち込んでて、うん、でも今日朝起きたら、あの、ご飯食べてくれたから、のんちゃん、うん、よかったよ。ふわっちとニコ生のコメント全然違う。うん、ニコ生はニコ生で、まああんまり変わってない印象だけど、ふわっちはふわっちでね、あのロムセンさんも多いし、いや忘れることできないよ、もう命だからさ、大切な。うん、ちょっと悔しいよね。うん、うん、のんちゃんにもなえたにも申し訳ないことしちゃったよ。
あ、12時13分。ありがとうございます。あ、もうお昼だ。お昼休憩だね。瀬戸康史さん似てるかな？瀬戸康史さん好きだよ。YouTuber の中ではすごい参考にしてる。あの人編集上手だよね。そうだよ。エルゴラッソさんいらっしゃい。同時配信だよ。釈迦は元気だよ。釈迦は元気です。月30万。先月少なくて、先月40万で、その前が80万で、その前60万、その前が40万かな。で、あとは25万とか30万とか。まあ、初めの時は16万ぐらいだったかな。うん。うん。釈迦かわいいよね。うん。あ、僕働いたことありますよ。正社員2回やったことあるし、正社員が2回と、アルバイトが70個やってるんで。結構働いてる数多いですよ。今まで、今32歳なんだけど、アルバイト70個やって、中学3年生の頃からアルバイトやってたし。で、正社員2回あるんで。働くの好きですよ、僕。今日お昼何する？いや、まだお腹空いてないですね。あと減量中なんで。あ、年末までに10キロ落とすんで、体重。ああ、うなちゃんマンすごいっすよ。有名ですよ、やっぱり。うん。ああ、もう復帰したら大変なことになると思うよ。うなちゃんマンニコ生やらないんじゃないかな、多分。すごいよ、やっぱり。うなちゃんマンはレジェンドだからね。ねえ、みんなちゃんまんの復活待ってるもんね。目標は65キロ。65キロまで落とす。今75キロだから10キロ落とすんですよ。うん、今75キロなんで、そっから一気に絞り込んで。千葉でタウン誌に出てた？え、ちゃんまんが？へえ。ステゴロの時は72キロぐらいだったね。ステゴロがだいたい72キロ、85キロまで体重増やして、そっから72キロまで落としたのかな。うん。10キロ落とす。ああ、でも簡単ですよ。まあ、やっぱり、格闘家だったら、10キロ落とすのなんか、日常茶飯事なんで、やっぱり試合の時には。2回目で初めてコメントします。名前のすごく売れてる方にコメントさせてもらうのは初めてなんですが、よろしくお願いします。あ、ゆうさん、全然全然。気兼ねなく、普通に楽しんでください。コメントは全然読むんで。はい。ありがとう、コメント。はい。ゆうさん、普通にコメント打ってくれていいですよ。はい。大手だからとかあんま気にしないでください。有名な配信者、ふわっちはわかるけど、ニコ生は配信しなくなり、キャスだけにするって理由って何でしょう？ん？ニコ生は配信しなくなり、キャス、あ、キャスに移動、あ、どうなんだろうね。俺は逆にキャスやらないから。うん。
具体的に、食事制限で落とそうと思ってます。食事と運動ですね。体重は、減量は。だいたい僕、1日5回ぐらいスイーツ食べてたんですよ。朝モンブラン食べて、昼ご飯食べた後に、なんだろう、ケーキみたいな、あと菓子パンとか食べて。で、ジュースだいたい3、4本飲むんですよ。コカ・コーラとか。で、それを全部やめて、食事をこう変えたら、やっぱり体は変わるんで、そんなに難しくないですよ。そんなに難しくはないです。運動はね、キックボクシングのジムに行こうと思ってます。キックボクシングのジムに行って、シャドーボクシングをしたりとか、サンドバッグ叩いたりとか。ちょっと、捨て頃に向けて覚えたい技があるんで、ちょっとコンビネーションの練習とかしながら、まあ気持ちよく汗かいて、で、まあ食い物、体にいいものに変えて、タンパク質多めにとって、それでやろうと思ってますね。捨て頃っていうのは、配信者の、まあ、トップ配信者、一流の配信者だけを集めて、有名な配信者、閲覧がある配信者、人気のある配信者だけを集めて、格闘技をやるっていうイベントです。ささみは食べないかな。僕は脂肪は全然食べるタイプなんで。おい、ワド2、ケンタンメンいらっしゃい。ありがとうございます。実は配信、履歴も拝見させていただいてます。コメント読んでもらうのはなんか嬉しいです。やっぱりね、生放送は生が面白いから、コメント打ってリアルタイムにこう会話するのが楽しいですよ、ゆうさん。ゆうさん、ありがとうね。これからもよろしくね。もし、フォローまだの人はフォローしていってください。ワドって大手かな？まあ、大手なんじゃない？やっぱり。ニコ生でも結果出してるし、フワッチでも結果出してるから、みんな大手だと思ってると思うよ。今度は誰と対戦するの？僕は自分と常に戦ってるんで、毎日。選手は誰でも構わないっていうのが僕の考えですね。僕は争い事嫌いなんで、常に自分が敵ですね。最大のライバルは自分なんで。初見さんいらっしゃい。おばばのさんいらっしゃい。おばばのさんいらっしゃい。おー、メガホン10個ありがとう。ルシスさん、ルシスさん、アイテムありがとう。メガホン10個ありがとうございます。ありがとう。アイテムありがとね、みんな。みんなルシスさんにパチパチお願いします。ありがとう。あ、カブ FX さんお疲れ様です。いらっしゃい。そうですね、ご飯とか麺類とか食べないですね。ゆっくり見させていただいてます。あ、楽しんでてください。ありがとう。ああ、ニコ生同時配信ね。ネックレスおしゃれ。ああ、ありがとう。これね、沖縄で買ったんだけど、すごい、人気なんですよ。かっこいいってみんな言ってくれてて。鳥のネックレスですね。シルバーでできてる。鳥のネックレスですね。
はい、みんなパチパチありがとうね。みんなパチパチありがとう。アイテムくれた人にパチパチお願いします。アイテムありがとう。嬉しいね。うん。あんまり見かけないものだったのですごく欲しくなりました。どこで売ってたら買っちゃいます？ああ、お揃いになっちゃうね。俺がね、この前ね、つけてたブレスレットね、放送でね、やばい見せたら、同じの欲しい、同じの欲しいってなって。和道さんかっこいいって、私もって。そうだからね、あんまりね、放送で見せるとステマになっちゃうから大変なんだよね。今売り切れになってるらしいよ、これ。店からもう消えちゃったんだよね。ああ、そうだったんだ。掃除してる、してもらってる時ね。あ、だいぶ前だね。そう、これ今ね666のアイテムなんだけど、原宿の666なんだけどね、俺がねこれ放送でつけてからね、店から店頭からなくなっちゃったんだよ。すぐ売り切れちゃう。うん。あ、買った？とことこさん。だからだ。そう。リスナーがみんな買い占めちゃうんだよね。うん。そうなんだ。買った ?666。そう。これいくらだろう？これ、高いよ。6800円。いや、ほんとだよ。売り切れちゃったんだよ、これ。うん。コメント読んでるよ、全部。大丈夫だよ。あ、コメントは全部読みますよ、僕。おばばのさん、きっちりコメント読んでくださる方ですね。僕、コメントしかとしたりは一切しないです。全部のコメント読むっていうスタイルで、ニコ生からもう仕込まれてるんで、コメントはいっぱい読んだ方がいいよって教えてもらってるんで、もう2年半ぐらい、ニコ生で、やってたんですよ。コメントは全部読みますよ。やっぱり、リスナーさん一人一人が一生懸命書いてくれてるコメントなんで、死活されたら嫌じゃないですか。鑑賞用も欲しくて2つ買った。あー、そうなんだ。多分みんな2つ見つかってんだね。J さんいらっしゃい。和道さんはじめまして。和道さんパンクファッション似合いますね。そうっすね。僕パンクスなんで。はい。基本的にはパンクアイテムしか買わないですね。主食はね、お米の代わりに、豆腐の中に納豆を入れてかき混ぜて、それを主食にしてますね。木綿の豆腐を入れて、お茶碗の中に。で、納豆をぐちゃぐちゃにして。うん。うん。和道さんの髪型真似してもいいですか？かっこいいです。これでもね、結構難しいよ。アシンメトリーだから、美容師さんが多分難しいって言うと思うけど、こっち側まで、刈り上げてるんですよ、サイドを。サイドを刈り上げてるんですね、こっち側も。で、こっから赤色の方だけ、なんつうの、アシンメトリーになってるから。うん、全然真似して。ただね、ちょっと作りにくい髪型ではあるよね。うん、こっち側が短くて、こっち側が短くて、で、こっち側が長いみたいな。うん、全然真似してください。アシンメトリーですね。はい。コメント読まれない瞬間、見てるだけになって書かなくなる。豆腐納豆は私もします。ね。豆腐納豆はぜひやってみてください。うん。髪型もアクセサリーも統一感ある。ああ、革ジャンね。そうそう、冬場だからね、革ジャンも着始めたんだけど。革ジャンね、ちょっと持ってこようか。この革ジャンでしょ？この革ジャンね。あ、でもまた紹介すると売り切れちゃうかんな。これでしょ？ライダースジャケットね。そう。これやっぱりね、どこで売ってんのって。
俺も欲しい、俺も欲しい、うん、そう、なんかここもチャックがついてて、そのここ閉めたら真っ赤になるし、ここ開けると赤くなるんだよね、ここ、うん、でまあ普通に羽織る、まあ今の若い子がやってるファッションは、あの夏場、今年の夏流行ったのは、こうやってやるんだよね。もう、東京の女の子はみんなこうやってやってた。羽織るの。夏場。今年のトレンド、これが。こうやって羽織って、で、夏場、こう歩くって、散歩するときも。これ、今年のトレンドね。そう。夏。今年流行ったファッション。女の子がみんなやってた。うん。服に着られない。あ、それは何を着るかじゃなくて、誰が着るかだから。そう。何を着るかじゃないの。誰が着るのか。そう。で、まあ、俺はこうやって着る。俺は、ちょっと待ってね。俺はあのライダースをこうやって着る、あの襟も立てる、うん、俺と同じスタイルやりたい人はこういう感じ、うん、こういう感じでね、タイトに行こう、かっこいいでしょ？かっこいいでしょ？このライダースいいでしょ？てんてけてん。髪の色、そうそう、俺は赤と黒と白しか身につけないから、自分のテーマカラーっていうのを大事にしてんの、キャラクターがあるから。これいくらなんだろう、わかんない、これいくらか、うん、それも欲しくなってきた、うん、これも原宿で買えるよ、これも原宿で売ってる、高そう、いくらなんだろうねこれ、うん、おルリいらっしゃい、本当はね、これ着て捨て頃に出たかったんだけど、グローブが取れないし、ジャブ打てないから、これだと。うん。カバン？カバンはね、カバンは原宿じゃない。カバンは、だからこういうファッションだね、街歩くときは。カバンこれだから。カバンはこれ。真っ赤。だいたい街歩くときはこの格好だね、うん、街歩くときはこれで、これ本革だよ、腕が666、こっちがジムズイン、うん、そう、ファッションリーダーだから、ファッションリーダー、よいしょ、かっこいいでしょ、これもね、リスナーさん、これいいやつなんだけど、一個一個職人さんの手作りだから、これリスナーさん、やっぱ3人ぐらいワード同じの買ったよって。うん。でも、ちょっと値段が張るからね。将来の夢は、和道グッズを全部ショップで展開したいっていう、ブランド立ち上げたいんだよね。そう、自分がモデルになって、自分が着る服とかを全部グッズ化して、で、その、ワドフィーっていうブランドを作って、そう、ワドフィーっていう、
その俺がデザインした T シャツとかで俺がモデルになって、でリスナーさんに普通に着てもらいたいっていうか、やっぱ自分が着れない服って嫌だから、うん、俺と同じの欲しいわけじゃん、うん、ちょっと高めの設定でいこうと思ってるね、うん、ワドフィーは。ほら服って個性が出るからさ、あとあのスポーツやるとき、運動するとき、格闘技やるときこれ履いてる、うん、だいたいいつも定番なんだけど、やっぱテーマカラーの赤、うん、上下揃え、やっぱお揃いじゃないと世界観が統一できないから、もう格闘技のインナーはこれね、上下で、やっぱ長袖、うん、長袖だね、うん、そうこれ、うん、ちょっとまあこれはね着る人選ぶよね、着る人選ぶ、すごい、レザーはね、あのジムズイン、ジムズインだね、まあ、だけどそのかっこいいやつは何着てもかっこいいからっていうのを忘れないでほしい、うん、何を着るのかじゃなくて誰が着るのかっていう、誰になるのかっていうところ、そう自分をもっと、そう俺の真似しても俺にはなれないから、うん、まあちょっと暑いけどね戦うときはね、うん、何を着るのかにこだわるんじゃなくて誰が着るのかっていうのにこだわってほしいね、俺のファンは。うん、あれ取れない、そうそう、俺が着たいものを着るっていうブランドがワードフィーだから、そう着る人間だから、そうかっこいいやつは無地の T シャツ着てるだけでかっこいい、だから俺は無地が好きなのね、ロゴはいらない、ワドフィー立ち上げるまでは無地で行こうと思ってる。ワドフィーの T シャツ早く買いたいっす。ねえ、ちょっと待ってね。やっぱり、ショップもやりたい。ネットショップとかあんまりやりたくないから。あの、代官山とかで、ね、店開けたらいいなと思ってて。客層は、うん、代官山かな、やっぱ。うん。あ、Jさん、良いと思います。ありがとう。ワドフィーは代官山で出そうと思ってるよ、ミホンさん。うん、原宿、俺は原宿はやっぱ、原宿のピークは俺20年前だと思ってて、原宿が熱かったのは。うん、
20年前の原宿すごい好きだったんだけどね。もうすごい通ったよね。ガキの頃は原宿よく通ったよ、本当に。代官山だと客層がいいからね、やっぱり。着る人選びたいなと思ってて。ワドフィー来たらレディー・ガガがすぐ飛びついてきそう。レディー・ガガには売らないな。申し訳ないけど。客は選ぶ。まあ、芸能人は別にいいかもしれないけど、アーティストは色がついちゃうから、ブランドに。だから、あんまり、なんかこう、知る人が知るって感じのブランドにしたいと思う。そうそうそう。コンセプトに沿わない人は申し訳ないけど、お断りするかな。大人が対象、いや、キッズでも全然いいと思うけど、まあ、俺は基本的に30代の男のかっこいいファッションだと思ってるから、まあ、女性も全然着てもらってもいいけど、35超えてからかな。35から、まあ、55歳が対象。35歳から55歳が対象のファッションブランドだね、ワドフィーは。レディースの展開、いや、ユニセックスだから。うちは。全部ユニセックス。俺、女性っぽいところあるから、女の服とかも買うのよ。実は。女性の服とかも全然買うから、ユニセックスな感じを出していきたいのね。だから、レディース展開とかメンズ展開とかじゃない。全部ユニセックス。全部ユニセックスですね。おはよう。ジョニーさん、おはようございます。そうそう、中性的なイケメンで、なんかその女性っぽいところあるから、俺の中でも。そういうのは表現していきたいね。男らしさとか女らしさよりも人間らしさを表現したい。カップルでワドフィーのペアルックもできちゃいますね。もちろんもちろん、ほら、のんちゃんも着るから。のんちゃんもモデルの一人だからさ。コメント稼ぎなんかしてないよ、俺。普通に話してるだけだよ。ビリーさん、おはよう。今日もよろしくね、ビリーさん。どういうとこが女性的？なんだろう。洗濯物干したりとか、あと、料理作ったりとか、あと、なんだろう。ガールズトークとかできるところ。大阪には出店しないな、申し訳ない。大阪にはしない。もうごめんね。神戸には出してもいいけど。大阪はちょっとごめん。神戸に出すよ。出すとしたら。
買いに行くのは、そうだね。やっぱり本店で買ってほしい。やっぱり俺も店頭に立って、やっぱり君これ似合うよとかさ、俺今これ着てるからっていう会話を楽しんでもらいたいから。やっぱりその接客っていうよりもなんかこうシャンパン開けてラフにこう友達感覚でやりたいから。トップスで3万ぐらいかな、予定では。トップスで3万ぐらいかな。まあ、3万ぐらい。ああ、ジェイさん、お仕事頑張ってね。また来てね。フォローよろしく。ありがとね。フォローしてない人、フォローよろしくお願いします。ありがとう。でもまあね、俺は、まず、本業は配信っていうかね、やっぱメインは配信だと思ってるから、配信でまず億稼げるようになって、で、遊びでやりたいんだよね。そう。税金対策で服屋さんやりたいから、俺は。だからまず配信で億万長者になってからだね。今でもね、一緒に店やろうとか、リスナーさんから声かけてもらってんだけど、全部お断りしてるんですよ。今、配信で大事な時期なんで、って。配信で億稼いでからでもいいですかって。ちょっとお断りをしてます、今は。まだその時期じゃないかなと思ってて。タイミングがあるからさ、やっぱ人生には。タイミング大事にしないとね。AV 監督のオファーが来たって話、真剣に和道さんの AV 楽しみにしてるんですが、撮影はまだでしょうか？AV 監督のオファー来たんですけど、それから流れちゃってるね。企画出すっていう話だったんだけど、プロデューサーの人が。僕も楽しみにしますよ、AV 監督は。やりたいことの一つだったんで。仕事はね、結構いただいてるんだけど、ちょっと、俺の企画ではないからさ、それは。もうちょっと待ちましょう。お仕事が正式に来るまで。そうだね。テレビ出演は、まあね、俺はそのテレビに出るっていうことじゃなくて、その自分の表現と、そのテレビのプロデューサーさんとか制作側の意図が噛み合わないと意味がないと思ってるんですよ。何でも仕事しますっていうスタイルはダメだと思ってて、例えばその雑誌の連載であったり、ラジオとか、ラジオのレギュラーとかもそうなんだけど、なんで俺を使うのかっていう、そうそう保留っていうか、まあ返事が来てないですね、まだ。だからその神や仕事なんで僕なのかっていうのが大事だと思うんで。それでもしその目指してるところが一緒だったらやりましょうっていうのが自分のスタイルですね。男優はやらないです。僕は監督のみですね。映像作家でもあるんで、映像表現はずっとやってるんで、もう10年ぐらいやってるんで、まあ、映像作家の一環としてこう AV 業界に新しい風を吹かせたいなと思ってて。そうですね、クリエイターっていう側面もありますね、僕は。クリエイターでもあるんで。まあ、肩書きは何でもいいんですよ。僕は職業はどうだと思っていて。なんかこう、僕のこと先生っていう人もいれば、師匠だっていう人もいれば、ファンだっていう人もいれば、監督名は別の名前でやりますね。
ファッション誌、ブランドはね、自分で作っていくもんだから、あんまり広告は出さないように、口コミを大事にしようと思ってるんで、フェラーリとかカルティエとかって、広告打たないでしょ。広告打つっていうのは売れないから広告打つわけだから、俺は、自分のファンが買いに来てくれたら、それで成り立つと思ってるんで、それで、広告は打たないですね。価格に影響も与えるんで、口コミだけで。いいものは自然と売れるって思ってるんで、僕は。いいものは勝手に売れるっていうか。いや、レーベルは分かんないですね。レーベルは僕が決めるわけじゃないんで。レーベルは分かんないです。ワドフィーの立ち上げの時期か、ワドフィーは、そうだな、まあ40代、まあ40代でできたらいいや、10年以降。まずはだから、さっきも言ったけど、配信家プロとして、配信家として、成功したいというか、てっぺん取りたいと思ってるんで、僕は配信家として、まずは、配信が好きなんで、まずメジャーリーグっていうか、やっぱりね、トップに行きたいっていう。そうですね、配信家ですね、今は。映画とか、僕は映画監督、さっきも言ったけど映像作家でもあるんで、もちろん映画を撮るのも目的の一つですよ。僕、子供の頃、一番最初になりたかったのが、考古学者になりたかったんですよ、実は。一番最初、子供の頃、考古学者になりたいと思って。かっこいいなと思って憧れてたんですよ。で、今でも、東急ハンズとかで、石とか見ますし、石とか、化石とか、くまなく全部見るし、あとやっぱり、ここに鞭をつけたいっていう、この腰ベルトのところに鞭、本革の鞭をつけてたいっていうのもある。だから好きですよ。考古学は。で、それで次になりたかったのが映画監督なんですね。あとはテンガロンハットは常にかぶってたいと思ってました。エジプトとか大好きですよ、僕は。エジプトとか大好きですね。夢は逃げないんですよ、ジャンジャンさん。夢は逃げないんですね。逃げるのはいつも自分なんです。あ、夢から逃げたくないっす。和道さんみたいにいろいろ考えてる人はすごいと思う。考えなくなったら終わりだと僕は思っていて、僕は何もないところでも、石から学ぶ、空から学ぶ、海から学ぶ、風から学ぶ、もうすべて勉強だと思ってるんで、学べる、ね、学んでいきたいですね。学ぶことをやめない人になりたいです。学び続ける。ゆいがさんに会って、ゆいがさんからオーラを感じなかったか。ゆいがさんからオーラを感じたか感じなかったで言ったら、
ノーコメントですね。悪口ばかり言ってる。そうですね、学ぶ気持ちが一番大事ですね。靴はオールデンの V チップコードバンって言って、馬のお尻ってキメの細かいそのあれなんですよ、コードバンで。俺赤い馬が好きで、赤い馬のコードバンで、要はお尻からしか取れない革なんで希少な部位なんですよ。でそのアメリカにオールデンっていう老舗があるんだけど、そこで V チップっていう方があるのね。でオールデンってその足の矯正靴だから、ちょっとフィット感はギュッて詰まってる感じなんだけど、その俺はオールドバンの、V チップが大好きですね、靴は。うん。オールドバンの V チップ、コードバン。うん。そう、赤いコードバンがいいですね。うん。半袖寒くないっすよ。大丈夫っすよ。半袖寒くないっす。それいつか買いたいと思ってますね。はい。素材が全てですね。やっぱファッションは素材。うん。素材がダメだと、ね、いくらデザインが良くても長く着れないんで。考古学と地質学の違いって分かってます。もちろんですよ、ドラさん。はい。なんとなく分かりますよ。何でもできそう。でも何か一つのことを極められない人は何もできない人だと思ってて、なんかこう、何でもできる人っていうの、だから、うまくいく人は何やってもうまくいくと思ってます。で、うまくいかない人は何やってもうまくいかないと思ってますね。うん。あ、僕は何やっても自分のやりたいことから逃げないですね。ドラムじゃなかったんですよね。ドラムをなぜやめたのかっていう質問があったんですけど、やっぱり僕はフロントマンだなっていう自覚があったんで、ギターを始めて、今は弾き語りやってますね。今は、まあ、リスナーさんと相談して、フロントで、はい、やってこうってことで、バンド活動、楽曲とかも自分の映画とか、自分の映像作品には自分の楽曲使いたいんで、今、その、ね、弾き語りとかもやって、ギター買って、レスポール。やっぱり僕、レスポールが似合うなっていうことで、レスポールを買って、で、今これで弾き語りをしてます。はい。一曲お願いします。OK です。うん。オリジナルですか？オリジナルですか？あ、マイクチェック、マイクチェック、マイクチェック、ワン、ツー、ハー、ヘイ。ワン、ツー、ハー、ヘイ。ワン、ツー、ツー、ハッハッハ。ハーヘイ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 、ワンツーマイクチェック、マイクチェック、マイクチェック、チェックチェック。ヘイ、一緒に歌おう。
What's your name? What's your name? My name is Waddle. What's your name? What's your name? My name is Waddle. 俺の名前を呼んでみろ。俺は俺の名前を呼んでみろ。俺は What's your name? What's your name? My name is Waddle. パフェありがとう。アイテムありがとう。What's your name? 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 一緒に。What's your name?What's your name? My name is Waddle. ありがとう。ありがとう。まあまあ、っていうことで、ドラムをなぜやめたのか。あ、パチパチありがとう。みんなありがとう。パチパチありがとう。拍手ありがとう。拍手ありがとう、みんな。拍手ありがとう。アイテムをありがとうね。アイテムをありがとうございます。まあ、ちょっと CD デビューとか。ありがとう。パチパチありがとう。ありがとうございます。ありがとう。拍手ありがとう、リスナーさん。まあ、ドラムも叩いていってたんですけど、ドラムだけじゃなくてね、ドラムはまあ、たまにステージの上で、ファンサービスで叩いたりとかもしようと思ってるんですけど、やっぱフロントでやっていこうと思ってますね。フロントで行きます僕は。CD デビューいつぐらいですか？僕は時期にはこだわってなくて、タイミングを大事にしてるんですね。人との出会い、それから、表現の場所であったりとか、あとそのいつやるのかとか、あんまりこだわりはないですね。本物だったら、時期は来るし、出会うべく人には出会うし、そういうのは、神に任せようと思ってますね。未定ですね、正直。あのジャケット、革ジャンはね、ジムズインで買ったね。ジムズインのジャケットだね。ジムズインのジャケットですね。情熱大陸にぜひ出てください。まあ情熱大陸であればお断りはしないで、オファーは受けようと思います。自分の表現ができると思ってるんで。
まあ、行けるところまで行きたいっすね、正直。行けるところまで行きたいっていう。どこまででも行きたいっすね。水でも飲もうかな。のんちゃん、ボルビックある？のんちゃん、ボルビック持ってきて。はい、解放いらっしゃい、こんにちは。喉乾いた。歌ったからさ。ごめんね、のんちゃん。ついてきますって言っちゃいますね。ああ、ありがとう。どこまでも一緒に行こう。どこまでも一緒に行こう。あ、ありがとう。ありがとうね。KP。KP。 のんちゃんとは長いですね、もう。のんちゃんと出会ってからどれくらい経つかな？もう1年ぐらい付き合ってるのかな？お昼ご飯は食べないですね。今、減量中なんで。格闘技の大会に出るんで。エントリーが終わったばっかりなんで。ちょっと、肉体改造してるんで。ニコ生のコメントめっちゃ多いね、すごい。あ、まあまあ、ファンの方が駆けつけてくれて。まあ多分最初だけだと思うんですけどね。もともとニコ生で2年半活動してたんで、多分最初だけだと思うんですけど。まあ元のファンが、はい。まあ多分帰ってきた歓迎っていうかね。今日もトレーニング行く。どうだろうね。やっぱり気持ちが乗ったら、やっぱりファイターとしての血が騒いだら、やっぱりトレーニングには行きますね。ニコ生でもトップってすごいですね。そうだね。フワッチでもトップだったけど、ニコ生でもトップ取れたっていうのは、まあみんなのおかげですね、本当に。でも、俺は誰かと争うとか、そういうのじゃなくて、なんだろう、ライバルは自分だと思ってるんで、誰かと競うんじゃなくて、ライバルは常に自分でいきたいと思ってます。愛されてますね、本当に。はい。多くのファンに愛されてますね。そうですね、やっぱり、まあ今多分何百人だろう。500人近く、ね、リアルタイムで500人近くの人に応援されてるわけなんで、本当に拍手をもらったりとか、アイテムもらったりとかね。雨は降ってないかな。雨は、ああ、ちょっと曇りっすね。ちょっと今日は曇りっすね。
まあまあ、需要があれば僕は、ファンがいるところではパフォーマンスはしていきたいなと思ってるんで、あまり場所にはこだわってないですね。どこでもやっていける自信があるんで。どこでやるのかじゃなくて、誰がやるのか。どこでやるのかじゃなくて、誰がやるのか、だと思ってます。あ、フォローありがとう。フォローありがとうございます。Twitter、Facebook もやってるんでね。Facebook は友達5000人、あと、LINE も公開してますので、5000人限定なのは LINE と、あと、Facebook。はい。もし僕と、つながりたい人いたら、Facebook、LINE つながってください。Twitter はね、匿名でも。ありがとう！マンスリー1位目指してます。カンさん、ありがとう。花火、ありがとう。パチパチ。みんな、カンさんにパチパチ。カンさん、ありがとう。マンスリー1位目指してます。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ありがとう、カンさん。みんな、カンさんにパチパチお願いします。カンさん、ありがとう。花火。ありがとう。ありがとう。ありがとう。てっぺん取りましょう。みんなで一緒に。てっぺん取りましょう。ありがとう。パチパチありがとう。パチパチありがとう。パチパチありがとう。フォローありがとう。フォローありがとう。フォローありがとう。みんな、カンさんの男意気にね、男意気にパチパチしましょう。ありがとう。和道さんがてっぺん取らないと始まらない。あ、ありがとう。一緒に取ろう。一緒に撮ろう。フォローありがとう。投げれるときは和道さんにだけ花火投げますね。いいんだよ。そんなこだわらなくて。俺に投げたいときに投げてくれればいいよ。そう。そう、独占するつもりはないから。ファンを独占しようっていう考え方は俺良くないと思ってて。面白いもの、最高なものを追い続けてほしい。で、俺は最高であり続けるから。そう。あなた、ね、リスナーさん一人一人にとっての最高を追いかけてほしい、俺は。で、最高な人に花火を投げてほしい。で、俺は最高であり続けたい。独占するのは良くないよ。もうニコ生からいなくなったら嫌だよ、和道さん。頑張るよ。金杯橋本君、水には和道ふわっちで見てる。ああ、大手さんばっかりだね。ありがとね。金杯橋本君、水には和道なんだ。ありがとういか帰る？のんちゃん、持ってくる？のんちゃん、ごめんね、昨日は。俺も一緒に行く？大丈夫？
うん、気をつけるんだよ。うん。来るとき連絡ちょうだい。うん。橋本くんは、和道が月収80万稼いだのが刺激でふわっちを始めた。ああ、俺だったんだ。ああ、嬉しいね。意識してくれてたんだね。ありがたい、すごい。良きライバルとして、俺もね、橋本くんに負けないように。一番のライバルは自分だけど、やっぱり橋本くんと切磋琢磨して、うん。同じ志を持ってる仲間だと思ってるから。橋本くんの情報ありがとうね。あ、そうだったんだ。俺が原因で復活したんだ、橋本くん。ありがとう、教えてくれて。嬉しいよ。実は橋本くんとは同期なんだよ。実は同期なのね。始めた時期1ヶ月違いで。ん？どうした？服忘れた。服忘れた？あ、オッケーオッケー。ありがとう。いってらっしゃい。もう俺にとってうなちゃんマンはレジェンドだからな。ちゃんマンを超える存在っていうのが想像つかないな。もう独自の路線を突き進んでるっていうか。殿堂入りだよね。選挙は今回本気出そうと思ってます。はい。風船って100個120円なんですね。100個投げてビビたるものなんだ。やっぱり花火なんだ。風船はね、120円でリスナーさん買って、俺に入るのは40円かな、100個投げたら。うん。俺はチャンマンはすごい存在だと思ってるね。あ、ごめんなさい。あの、選挙、ちょっと立場があるんで、僕にも。ごめんなさい、それは。選挙どこに入れるのかは、やっぱり影響が半端じゃないんで、申し訳ないです。あの、やっぱり、その、ある程度のポジションに行ったら、軽率な発言できないんで、本当にごめんなさい。やっぱり、その、選挙は一人一人が、その、自分の入れたい党に入れるべきだと思ってるんで、申し訳ないです。すいません。ちょっとノーコメントで、どこに入れるのかはノーコメントでいきたいと思います、はい、ごめんね。うん。申し訳ない。和道意識高いね。そうですね。やっぱり、僕、あの、意識高い系の人が嫌いなんですよ。うん。あの、意識高い系が大嫌いで、意識高い人は好きなんですね。これから伸びそうな配信者は誰？あー、どうなんですかね。どうなんですかね。あんまり、その、うん、人は人だと思ってるんで、あんまり人のことを言ってもしょうがないかなと思ってるんで。アスカーズさん、すいません。意識高い人が好きですね。だからなんて言うんだろうな。よく言われるんですよ。これから伸びそうな配信者誰ですかとか、配信者でライバルは誰なんですかとか、よく言われるんだけど、なんか、その、自分から逃げたらダメだと思ってて、自分が常にライバルじゃないですか。誰かと比べても意味がないっていうか。
僕はそう思いますね。まあ、伸びる人は伸びるし、伸びない人は伸びないしっていう。はい、和骨いらっしゃい。和骨。かっこいい名言ですね。ああ、ありがとうございます。ニコ生も昨日からやってますね。和道さんは配信家のプロなんですよね。プロ配信家だね。プロ配信家。BGM、ちょっと機材のトラブルで今かけてないです、BGM は。毎日楽しいですよ。楽しいですね。毎日楽しいです。ありがたいね。ファンの人がたくさんコメントくれてありがたいですね。本当に。ありがたいっす。おい、ワード2、タマさんいらっしゃい。楽しんでってね、タマさん。いらっしゃい。初見です。なんかすごくかっこいいですね。ああ、ありがとう。わかる人にわかると嬉しいですね。はい。ありがとう。あの BGM ずっと聴いてても疲れないから良いチョイスだなと思ってました。あの BGM いいっすよね。あれ、ちょっと流せる環境を作っておくんで、ちょっと待っててください。あ、いや、流せんのか。ちょっと待って。ダメか。ダメだな。これだとダメなんだね、やっぱりね。はい、ニコ生もやってますよ。毎日やるべきことをやってたら全然面白いと思うけどな。やりたいことしかやらないんで。やりたいことだけやってますね。学生の頃モテましたか？僕はヒモテですね、今でも。女性の人からモテたことなくて、一回も告白されたことないんですよ。だから、ヒモテの人に、こう、勇気を与えられるような配信心がけてますね。あ、俺もヒモテでも大丈夫なんだって。ワドみたいになれるよっていう。学生の頃ね。だから、いくつだ？ 10、15歳か。今から何年前？ローティーンでしょ。15歳、学生時代だから15歳だから。もう17年前か。モテなかったっすね。
ロアコさん元気ですよ。彼氏ができましたね、ロハコさん。なんでニコ生放送しようと思ったの？やっぱり待ってる人がいるって感じなんだよね、アスガードさん。待ってる人がいるなっていう。ショーパーティーには参加しないですね。ショーパーティーが何なのか分かんないんで。そうだね。まあでも俺はコメントの多さはあんまり関係ないと思ってて、やっぱりそのどうやって人と人とのつながりを大事にしていきたいと思ってますね。学生の頃男子にはひもてでしたが、女子には人気で告白されたりしてた。へえ、すごいね、たまさん。いいね、女性にモテる人羨ましいな。バレンタインとかね、お母さんとかしかもらったことなかったな。だからバレンタインでチョコレートもらう人とかね、すごいよね。羨ましいよね。俺の学生時代ね、クラスにすごい可愛い女の子がいて、マドンナの女の子で、掃除の時間の時に、ファブリーズじゃなくて、マイペットっていうガラスマイペットを吹きかけられましたね、目に。女性との思い出はそんな感じかな。あ、ショタばっかりだったんだ。次のステゴロ2はエントリーしましたよ。はい。エントリーしましたよ。出ますね。コメントはしたい時でいいよ、全然。西新宿住んでますよ。はい。西新宿住んでます。セゴロ2は来年ですね。年末にメンバー決定するんで。雑談下手だよね。ああ、もう3時間も経ってるか。ああ、和道さんの放送面白くて時間経つの早すぎ。ありがとう、ありがとうね。三浦瑠麗さんっていう人と俺がそっくりなの？あ、わかんないな。三浦瑠麗さん、そうだよ、たくさん。三浦瑠麗さんわかんないわ。三浦瑠麗っていう人と俺そっくりなの？ちょ、検索してみようか。三浦瑠麗。似てる？三浦瑠麗と俺似てる？三浦瑠麗さん。顔似てる？あ、東大卒だからね。なるほど。東大卒なんだ。なるほど。初めて見たな。美人な人だね。あ、そうだったんだ。そっかそっか。来てくれてありがとうね。いらっしゃい。そうなんだよ、今日ちょっと環境的な問題で BGM できないんだよね。まあじゃあそろそろ終わりにしようか。
延長の時間もあれなんで。じゃあ最後に一曲歌って終わりにしましょう、みんなで。みんなで歌いながら終わりにしましょう。じゃあみんな行くよ。みんなで歌おう。しゃ。チェックチェックチェック。ワンツーハーヘイ。終わりにしよう。みんなで歌おう。お疲れ。Who are you? 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 お前は誰だ？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  Where are you? Where are you? Where are you? どこへ行く？Where are you? Where are you? My name is Wado. What's your name? What's your name? My name is Wado. What's your name? What's your name?What's your name? What's your name? お前の俺のお前と俺 What's your name? What's your name? 一緒に My name isワド。アンコールありがとう。 What's your name? What's your name? My name is Wado. What's your name? What's your name? My name is Wado.お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。